目ん玉開いてよく見ろよ。おい光秀、金は持ったのか。何言って、三途の川の渡し神だ。おやおや、乱丸は礼儀知らずですね。きつく灸を据えるとしましょう。黙れ、後悔させてやる。心を開き、ザビーの愛を受け入れなさい。乱丸、お前の言うことよくわかんない。バッカだな、お前となんか友達になれねえ。ほらほら、お尻ペンペン。気に食わねえ。お前結構腹出てるぞ。お前本当にバカだよな。あれ、もしかしてお前乱丸よりも子供なのか。あのさ、そろそろ勘弁してやろうか。独眼流の下っ端のくせに、なんだよその余裕は。お前まだまだ若そうだな。それで最強気取ってるつもりかよ。お前速さが売りなんだって。おい赤いの、ちょっと足が長いからって生意気だぞ。お前なんかな、信長様にかなわないくせに。お前のその顔気に入らないね。自分だけがかわいそうって顔しちゃってさ、なんかこうムズムズするんだよなこいつ。ちぇ、乱丸を見てニヤニヤすんなよ。担ぎ上げられて楽しそうだなお前。悔しそうな顔してな。いい気味、でかい声で怒ったってな、怖かないぞ。くそー、そんな目で乱丸を見るな。秀吉、乱丸を子供扱いするなよ。そのうちお前みたいに大きくなるんだからな。お前ここでおしまいだよ。でっけえ、乱丸がお前を削除してやるよ。いい案だろ。ちぇ、メソメソしてんなよ。信長様の妹のくせにかっこ悪いな。騙されないぞ、乱丸はお前が嫌いだ。そんな小さいこと気にするなんてな、心が狭い証拠なんだよ。